広島へ行ってきました。これ書きちゃってください。いっちゃってください。キュンキュンだくて。父ちゃんは爆睡です。うわー、美味しそう。食べればいいと。これお好みなんかほんま見てに食べへんからね。今日限定です。オッケー。広島やからということで。全然麺が違う。そうだね。うん。食べれるよね。どう？どう？マジで。思ってた広島焼きって、お好み焼きよりというか、これはここに焼きそばが蓋してるっていう裏に麺を味わえる、だから何ていうのサクサクいけちゃうし、焼きそばさっき頼もうかなと思ってたけど、お好みでどっちも食べれてる、いつも入ってるお好みに入ってる麺でさ、お好みが強いやん。座敷もあって広い店内、メニューもたくさんあって店員さんもとっても優しい、子連れには最高のお店です。ちょっと何してんの？無念ここ。皆さん晩ご飯どうでしたか？いや、よかったよ。めっちゃ美味しかった。明日トモ君は朝からスーパーの撮影があるので。そうやね、私らはちょっとゆっくりね。このスーるねん、このベッドなんか。みんなで露天風呂に入ってくつろいでおります。珍しいなんと今回ともくんはカメラマン、演者、編集3役をこなします。おはようございます。間に合いそう？頑張ってね。大雨ね。お先に行ってらっしゃい。私はお風呂を蹴ります。おはようございます。もうパパはだいぶ前にスーパー行っちゃいましたよ。じゃあ私たちは用意して撮影のスタジオに向かいたいと思います。はい、では用意しましょう。はい、皆さんそろそろ行きますよ。出発、今からスタジオ撮影行ってきます。今回夢マートというスーパーの宅配サービスの CM に出演してきました。スーパーの中のモニターやネットで使われる CM なので、もし私たちを見つけたらぜひ教えてください。それでは実際の CM 動画ご覧ください。ネットスーパーゆるデリバリー。洗い物終わったら夕方までにお買い物。まずは家の中の家事を終わらせるぞ。ママ忙しそう。何かお手伝いできないかな。ねえねえパパ、ネットスーパーゆるデリバリーで注文して驚かしちゃおうよ。あ、いいね。簡単で私でもできそう。ネットスーパー夢デリバリーで注文完了。お店に並んでる商品から鮮度の良い商品を丁寧にピックアップ。家にいなくても受け取れる置き配サービスもあって便利。置き配ボックスは外に置く専用の入れ物だから暑い夏でも安心。え、誰かな？ゆうくん？え、ママ忙しそうだったからパパと二人でネットスーパーで注文しといたよ。こんな便利なネットスーパーあるんだね。今度ママもやってみるね。ありがとう。大成功。イエーイ。よし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 。会員募集中、夢デリバリーで検索。バイ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご飯屋さんも無事入れて。入れて。ドナちゃんは寝ております。いやー、どうでした？トモ君は。なんて言ったらいいの、まあ、楽しくできたね。うん、ほなもうちゃんとセリフ言えて。うん、どうでした？いつどりのあれもあるけど。母ちゃんは。私は、ゆうくんっていうキャラクターが可愛かった。可愛かったね。じゃあ今日はここで打ち上げということで。やりましょう。今日は朝6時半から働いてるからね、トモ君。あ、もう。緊張したけど CM 撮影楽しかったです。